メルセデス,ベ S S ス・デスベンツ S クラス。メルセデス・ベンツ S クラス。メルセデス・ベンツ S クラスは、ドイツの自動車メーカーであるダイムラーが、メルセデス・ベンツブランドで展開している、高級乗用車である。下位セグメントに属し、同ブランドのフラグシップモデルである。現行モデルにおいては、セダン及びクーペ、S クラスクーペ、リムジン、メルセデス・マイバッハー S クラスを用意。さらに、 メルセデスベンツとしては44年ぶりとなるラグジュアリー4シーターオープンモデルとしてカブリオレ、S クラスカブリオレが2016年6月2日に発表された。下いに e クラスが存在し、ダイムラーの販売する車種では上位にマイバッハが存在する。S クラスをベースとした派生モデルとしてクーペがある。このクーペはかつて CL クラスの故障を与えられていた。 もともと、メルセデスベンツブランドの最高峰に位置していたため従来はショーーファードリブンカー、運転手による運転を強く意識したパッケージングであったが2002年により高額なマイバッハンが登場したことにより S クラスはオーナードリブンカーとしての色彩を強くすることとなった2006年日本においては8078台が新規登録されたこれは メルセデスベンツのモデルの中では E クラス9639台に次ぐ第2位である。以下 C クラス8042台 B クラス7189台が続く統計情報日本自動車輸入組合。ただし当年は W221 型デビュー直後の新車効果と C クラス W203KA がモデル末期だったことを考慮する必要がある。 S, S クラスがフラグシップモデルに位置することから S クラスの故障が用いられる。以前のメルセデスベンツの以下の車種は S クラスの源流であると考えられる。タイプ220は1951年のフランクフルトモーターショーで初公開された。第二次世界大戦後の復興初期は滝筒型のメルセデス乗用車の系譜が途絶えており、西ドイツ市場の中級6機筒車のシェアは 戦後いち早く生産再開したオペルカッピテイに産食されていた。その対抗車として開発された W187 は、戦前以来唯一生産の続いていたメルセデスデで4、気筒モデルの 170V、W136 シリーズをベースに、シャーシノーズを延長して埋め込み式ヘッドライトを採用、6気筒エンジン搭載型とした過渡的モデルである。 搭載されたエンジンは新たに開発された 2195cc の最シー直列6機筒磁気力エンジンで 82hp の高出力を発揮し、最高速度時速 140km を可能にた。当時のカピテンは2 5リットル級だが、出力 58hp に止まり、メルセデスの優位性が際立った。ボディは4ドアセダン、2ドアクーペ、2ドアカブリオレがラインナップされていた。 タイプ300は1951年のフランクフルトモーターショーでタイプ220と同時にデビューした。急増車のタイプ220とは異なり、当初から大型高級乗用車として新設計されたニューモデルであるが、デザインは戦前形と戦後式の完全なフルワイズボディの間を行く折中的なものであった。三連キャブレターを装備した3リットルサイチェシー直列。 6気筒エンジンを搭載し、最高出力 115HP、最高速度時速 160km の高性能を達成した。ボディは4ドアセダン、2ドアクーペ、2ドアカブリオレのほか、リムジンがラインナップされていた。戦後のメルセデス最初のフラッグシップモデルで、その性能と高い品質により、同社が世界の高級車市場に復帰したことを示す、記念碑的な存在となった。 改良を受けながら1950年代を通じて長期生産され輸出市場でも大きな成功を収めた。また、その先進的なパワーユニットは高性能スポーツカー 300SLK 開発のベースともなった。4ドアモデルはリムジンも含め西ドイツの初代連邦首相コンラート・アデナウアーに講師にわたって愛用されており、アデナウアーの異名でも知られている。 1955年にデビュー。丸みを帯びたボディ形状から、ポントン、ポントンと呼ばれた。エンジンは2.2リットル時価6で、ボディは4ドアセラン、2ドアクーペ、2ドアコンバーチブルがラインナップされていた。1958年には、後期型の W128 が登場し、1961年まで製造された。 W111 は1959年にデビュー。米国製キャデラックなどに影響を受けたとされる、後部のテールフィンから、フィンテール、フィンテールと呼ばれた。エンジンは2.2リットル自家6で、ボディは先代と同じ4ドアセダン、2ドアクーペ、2ドアコンバーチブルだった。1961年に、エアーサスペンションと3リットル自家6のエンジンを、 搭載した W112 が追加される。1965年、後継の W108 が発売されることに伴い、W112 のセダンの生産終了。ついで1968年、W111 のセダンも生産終了するが、クーペ、コンバーチブルは改良を受け、1971年まで継続生産された。なお、同じプラットフォームを持つ。 W110 があるが、こちらは E クラスの系統とする説が有力になっている。W112 のリムジンの後継モデルで、W108、W109 の原型となったモデル。1965年にデビュー。スタイルは、一見、キープコンセプトのようにも見えるが、W111 の特徴であった、テールフィンがなくなり、現代的なスタイルになった。このモデルから、 二種類のホイールベースが用意されるようになる。W109 の300セルはロングホイールベースを示す L が末尾につく。W108 はコイルスプリングサスペンション仕様に対し、W109 はエアーサスペンション仕様である。ボディはセダンのみで、クーペとコンバーチブルは先代の W111、W112 が継続生産のためラインナップにはない。 エンジンは、時期録の3リットルと2.5リットルが用意された。1967年、当時の最上級モデルである、メルセデスベンツ600に搭載されていた6.3リッター V、8気筒の M100 エンジンをそれより7 0 0ラム以上も軽い、300セルの車体に乗せた300セル6.3が、追加され、ベンツのフラグシップモデルとなった。年次改良では、 1968年に時期録の2.5リットルが2.8リットルとなり、モデル末期までに W109 のエンジンはすべて V8 に変更されている。300セル6.3の登場により、軽量な展望当時レースエンジン開発会社で設立間もない AMG が目をつけ、この車の耐久レース仕様を制作。6.3リッターエンジンを6.8リッターに、 スープアップするため、インテークバルブの大口径化、カムシャフトとロッカーアームとピストンを AMG 製のものに交換すること等により、その性能は 428PS、62KGM にまで高められ、1971年、スパフランコルシャ24時間レースに初出場しクラス、優勝、総合2位を獲得した。この成功により、AMG の元にはよりパワーを求める。 メルセデスオーナーが殺到。やがて AMG は正式なワークスチームとしての活動を経ることとなる。W108、W109 の後継である W116 は1972年に登場した。この W116 から S クラスと名付けられた。前モデルの W108、W109 と大きく変わったのが外見のデザインである。特にヘッドライトは W108、W109 が縦目のヘッドライトだったのに対し、W116 は現在の乗用車と同じような横長の異形ヘッドライトを採用している。ターンシグナルレンズは大型化されている。エンジンは 2800cc の磁気録、3500cc と 4500cc の V8 に加え、戦後最大級となる 6900cc の V8。 エンジンがラインナップされていた。この他米国とカナダ向けの 3000cc 自家固ターボディーゼルエンジンもあった。安全面では交通事故の衝撃から乗員を守るパッセンジャーセルをはじめリア車軸上に設置されたフューエルタンク、運転者の障害を軽減する4本、スポークステアリングなどの採用がある。 さらに1978年には、ボッシュ製の電子制御 ABS、前輪のオプションが新たに設定された。全世界で473,035台売れ、歴代 S クラスでは w、W126、W220 の次に売れたモデルとなっている。1979年9月に、フランクフルトモーターショーで初公開された。側面には、 サッコプレートと呼ばれる大型のプロテクターが付き、他社のデザインにも少なからず影響を与え、流行のスタイルとなった。ドアサッシュはボディと同色に塗られ、メッキモールディングが施されている。歴代モデルでは最長の12年間の長きにわたって製造、販売された。主な安全機構にエアバッグや衝突時にシートベルトを巻き上げるシートベルトプリテンショナーがある。 500セルには、ハイドロニューマチックサスペンションがオプション設される。オートマチックトランスミッションは4足となった。初期のエンジンラインナップは、磁気6の2.8リットル、V8 の3.8リットル、同5リットル、磁気5ターボディーゼルの3リットルであった。年次改良では、磁気6の2.8リットルが3リットルに、V8 の3.8リットルが4.2リットルに、 同じく V8 の5リットルが5.6リットルに排気量アップされ、時期後ターボディーゼルの3リットルは6気筒化された後、3.5リットルに排気量アップしている。他国の初期仕様は、本国仕様とパワーの差が大きかったため、並行輸入車を買い求めるオーナーも少なくなかった。全世界の W126 の総販売台数は818,063台。 12年間販売されたためであるが、年間の販売台数に換算しても、歴代トップの売れ行きである。フロントマスクは、先代のデザインを継承しつつも、傾斜のきついスラントノーズとなり、W126 の貴品さとは一味違う、押し出しのある、力強いデザインとなった。センターピラーは、ブラックアウトされ、ドアサッシュは、ボディと一体化した。 フラッシュサーフェス構造となり、空気抵抗の軽減を図っている。サイドウィンドウは二重となった。大きく重くなった車体は、欧州の環境保護団体から攻撃されたために、販売は好調とは言えなかった。1994年の後半にマイナーチェンジが実施され、モデル名表記が変更され、従来の500セルから S500 等となった。外装面では、 従来アンバー色だったフロントターンシグナルレンズがクア化された。ただし、米国仕様の場合、透過規定で一部がアンバー色となっている。テールレンズのデザインも変更された。V12 エンジン車のグリルは目の細かいグリルに変更されているほか、車体の軽量化も図られた。W140 の発売当初。 欧米では V12 エンジンは人気がなく低排気量エンジンが好まれた。E クラスが W210 にモデルチェンジするまでは同じ価格帯の E クラスと S クラスを比較した場合、S クラスの買いモデルを選ぶ傾向が多かった。全世界の総販売台数は406,532台であった。販売面で不審だった先代モデルの反省により、 大幅にコンセプトを見直したモデルである。ボディサイズは W140 より一回り小さくなり、フロントマスクは小さめのラジエーターグリルと身を帯びたヘッドランプで威圧感を与えないフレンドリーな外観となっている。重量像の一因となっていた20窓の空気層がなくなって窓が薄くなり、ドアはプレスドアとなっている。室内は W140 に比べ広くなっている。 装備面では、ナビゲーションシステムの導入や、余分な燃料消費を抑えるため、シリンダーを一部カットする、アクティブシリンダーの採用などがある。また、S クラスでは、初の四輪駆動車である、四マチックが登場した。W220 は、高額な車種であるにもかかわらず、先代モデルより親しめやすいデザインと、サイズになったため、総生産台数が48万5千台と、 販売面では好調だった。S500 後期型で世界初の電子制御7足 AT7G トロニックが登場したが、初期のモデルは X カプラーをキーンとする故障が多かった。W221 は2005年9月のフランクフルトモーターショーでデビュー。日本では同年10月より販売を開始した。 先代の W220 の反省からより贅沢に S クラスらしい品格を取り戻している。ボディサイズは拡大されたが前後が絞られ、サイズの割にはやや小ぶりに見えるオーナードリブンカーを意識したデザインになっている。大きめのキャビンと短めのトランクリットは世界のトレンドに沿ったものとなった。先代モデルと違い、センターコンソールからシフトレバーがなくなり、 コラムシフトとなる。初めて運転する人には違和感を与えることがある。新設計の3.5リットル V6M272 エンジンと5.5リットル V8M273 エンジンはパワーアップと低燃費化が図られている。このほか5.5リットル V12 ツインターボエンジンもラインナップされる。ディーゼルエンジンの設定もあるが日本仕様にはない。なお、 V6 と V8 には電子制御7速 AT の 7G トロニックが採用されたが V12 は許容トルクの関係で最終型まで5速のままであった。W222 20は2013年5月15日に発表され同年8月23日に日本でも発表された。日本では同年10月より受注が開始され11月。 上旬から顧客へ順次納車された。ヘッドライトを含め、すべて LED が使われている。先代モデルよりも直立した大型のグリルと、クーペを思わせる、流れ出る優雅なルーフラインが特徴。マジックボディコントロールがオプションで用意される。フロントガラスについている、ステレオカメラで路面のデコボコを即座に判断し、サスペンションのダンパーを制御することが可能。 ドイツ本国では3リッター V 型6気筒ディーゼルターボエンジンの S350 ブルーテックが用意されるが日本では導入されない2.2リッター直列4気筒ディーゼルエンジンモーターモデルについては2015年8月27日に S300H として日本でも導入されることとなったボディタイプはショートホイールベースモデルとロングホイールベースモデルの2種類が ある。また、2014年にはこのモデルに追加される形で、一旦生産終了されていたマイバッハが、メルセデスのサブブランド、メルセデスマイバッハとして復活している。ガソリンエンジンは、V63.5 リッターは直噴化され、出力向上と燃費の両立を、V8 は、 先代の5.5リッターからダウンサイジングされ4.7リッターとなったがツインターボ化され出力は逆に向上している。V12 に関しては最致死のままではあるが排気量は5.5リッターから6.0リッターとなり W211 の時代には許容トルクの問題で難しいとされていた 7G とロニックとの組み合わせが実現している。 なお、W222 後期モデルからは、V12 を除くモデルで、最新の急速 AT9G トロニックが採用され、さらに、動力性能と燃費を高い次元で両立した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。